京王アートマンを各店舗とする西館と府中駅の駅舎リニューアル前の西館入口7階にあった駅上レストランの看板。京王線の電車と線路を模したロゴを用いていた。京王八王子ショッピングセンターの上層街レストラン街でも同様の名称とロゴを使用している。リニューアル前の東モール、プラリとプラリと京王府中は 京王線府中駅の駅ビルで京王電鉄が経営するショッピングセンター。所在地は東京都府中市府中町一丁目にの置。駅直結の商業施設であり、府中駅の駅舎と一体化している。1996年3月20日に京王府中ショッピングセンターとして開業。2018年11月22日にぷらりと京王府中に改称した。 1993年3月1日に、京王線府中駅付近の高架化により、高架駅化した府中駅の新駅舎が完成。その3年後に、駅ビルとして、京王府中ショッピングセンターが開業した。2017年から2018年にかけて、全館で大規模リニューアル工事を実施。もともと、プラリとは、東館2階部分の相性だったが、リニューアル後に、 施設の一体感を持たせるため、西建てと東間を統一して、プラリと慶応府中に、改場、店舗ロゴマークも一新した。当初開業した高層階の駅ビル部分、西 A エリア、後から増設された駅コンコース直結の商業エリア、東2階 B エリア、レストラン街の東1階 C エリアで構成される。西 A エリアは、地下1階、地上9階建て、 延べ床面積11387.96平方メートル。当初はこの部分のみが、京王府中ショッピングセンターと呼ばれていた。各店舗として2階から4階に京王アートマン、府中店が出店する。5階と6階にはダイソーが出店。1階に、ベーカリーカフェルパ府中店、ウェンディーズファーストキッチンが出店している。また1階には、 K.O. ストア府中店が出店していたが、2017年7月5日をもって旧店舗での営業を終了、隣接地に開業した再開発ビル、武蔵府中ルシーニュ地下1階へ同年7月14日より転した。最上階の7階は、レストラン街として飲食店などが出店していたが、2009年11月に駅上、レストランとしてリニューアル。飲食店テナントが、 麺屋、空海府中店、焼き鳥酒場鳥人慶応府中 SC 店、しゃぶしゃぶ、牛ふとし府中店、ザーザーズーの4店舗となった。その後、カフェが撤退した土地に、グランディオ立川にあった中華料理店、上海ジロ玉蘭が移店して出店。2017年には、麺屋空海が撤退し、残った3店舗で2019年1月31日に、 駅上レストランが閉鎖されるまで営業した。駅コンコース直結の東側部分は東モールとして、軽文堂書店府中店、ドトールコーヒー系を府中店などが出店した。2006年3月には1階に、食舞台みがオープン、レストラン系王のそば居酒屋、玉の里などが出店した。2009年5月には2階部分を、プラリトとして、リニューアル。 K.O. グループの雑貨店、リモーネフ中店が出店。2013年9月26日には、カレーショップ C&C フチュープラリと店がオープン。その他、フラワーショップ K.O. など、K.O. グループの店舗を中心に出店していた。2階西側コンコース会に、店舗部分を増床し4店舗を、新規オープン。同2017年6月30日には、 スターバックスコーヒー KO 府中駅ビル店が開店した。リニューアル工事開始に伴い、同年7月20日をもって、ルパ府中店が一時休業。ルパと KO ストアの9店舗は工事のため解体された。2018年1月19日に KO アートマンがリニューアル、K ショップ府中店が新規開業。同年3月30日、K 文道書店、カフェ、 復職など8店舗がオープン。3月28日に、府中駅改札前店が先行して2階に、新規オープン。3月30日に、京文堂書店1号店である、府中店が2階から1階へ移転の上、府中本店として、リニューアルオープンした。ルパ府中店も3月に、同時オープンする予定だったが工事の都合で延期となり、7月19日に1年ぶりに、 営業再開した。同2018年10月26日に、テイクアウト食品4店舗、11月22日に、KO ストアエクスプレス府中店、KO ストアと業務提携した松本清など7店舗がオープン。KO ストアエクスプレス府中店は、新規出店で改装前から存在し、武蔵府中ルシーニュへ移転した、KO ストア府中店とは別店舗。 エクスプレスの店名だが、コミュニティストアとの共同経営ではない。また、同年11月22日より全館を、プラリと、京王府中と解消し、フロアによって、京王府中ショッピングセンター、プラリと、食舞台つづみと異なっていた名称を統一した。2019年1月31日をもって7階レストラン街、駅上レストランを閉鎖。跡地には、 同年9月30日に閉店した伊勢丹府中店から移転する形で10月7日に美容室、たや10月10日にエステティックサロン、高野ゆりビューティークリニックが営業開始している。また2019年4月から5月にかけて C 館の旧食舞台みに出店していた店舗が慶応不動産と多摩の里を残してほぼ一斉に立ち抜きとなった。翌年には 駅構内工事のため、2020年3月31日をもって、玉の里、カレーショップ C&C が一時休業となった。翌2021年、カレーショップ C&C は4月14日、玉の里は4月28日に、いずれも、プラリと京王府中店に店名変更して営業再開した。2021年5月から8月にかけて、 1> 東1階ーエリアのレストラン街、鈴みへの新店舗出店が行われ、同年7月21日には全区画の飲食店舗が発表された。ただしこの際に出店した店舗には、その間に東京都が新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置対象地域となったことから営業自粛を余儀なくされ、 出店後も営業開始できない店舗があった。2021年7月現在の出店店舗の詳細は公式サイトプラリと KO 府中 KO 駅地下 .com を参照。店舗番号は公式サイトのフロアガイドによる。ありがとうございます。